やらっくい。もうダメかと思ったその時、弓の勇者様が私を助けに来てくれたんです。リシアさんがいたパーティー。リシアお姉ちゃんダメダメなの？はい、ダメダメです。そこまでしてイツキに認めてもらいたいのか？だから直文さんに鍛えてもらってるんです。ならもう何も言わない。はい、改めてよろしくお願いします。世界に犠牲を強いるとかってやつのことか。それが霊気とはどう関係ある？霊気の使命は最悪の波の発生を防ぐことなのです。あの村さえ良ければと思ってほしくないです。なんとか守れないでしょうか？今私は直文さんたちの仲間です。皆さんが行くなら私も行きます。信じること、それだけで。なぜ単なる使い魔がこんな感情を？私だって弱い。これでいいんだ。頼むぞ岩谷殿。それでもあなたのような人には絶対に負けません。力の根源たる盾の勇者が命ずる。いや、やめて。神羅万象を今一度読み解き、あの者らに全てを与えよ。アル・リベレーションオーラ。大丈夫、直文様のことは私が保証します。だってあなたは盾の勇者様なんだから。